こんにちは。今日は、2018年1月に、気に入って使っていたコスメたちを紹介したいと思います。コスメとか好きでやっぱ新しいものどんどん買っちゃうと、持ってるアイシャドウだったり、まあ、チークだったりどんどん増えて使い切れないことってよくあると思うんですけど、まあ私自分のこだわりでやっぱ好きで買ったものなんで使い切りたいっていうまあのがあって、その月々ごとにまあテーマの色を決めて、そのアイシャドウだけをこうなるべくずっと使ってまんべんなくローテーションしていくような感じをとってるので、まあ残ってるものもあればもう底見えしてるものもあったりという感じですが、まあとりあえず紹介していきたいと思います。メイクする順番に紹介していきたいと思います。こちらは韓国コスメのヘイミッシュのアートレスグローベース SPF50 の PA3+ ですね。化粧下地になります。こちらはすごく今の時期はしっとりして使い心地はいいですね。乾燥も全然感じないですね。まずスキンケア終わったらこれを一番に塗る感じです。で次に、セザンヌの、毛穴カバーコンシーラーですね。こちらを、鼻周りと、目の下の毛穴が気になるところに塗ってカバーしています。これももうだいぶなくなってきてるんですけど、セザンヌのハイライトコンシーラーですね。クリアベージュ。こちらはだいたいまあ目の下あたりにつけるぐらいですかね。そんなにカバー力はないですね。若干、まあ一応ハイライトってついてるだけあって、若干明るめになるかなっていうぐらいです。そしてその後にこちらメディアのクリームファンデーション。私はオークル1番使ってますね。こちらはもう半分ぐらいまで使い切っても使ってますね。すごくしっとりしてあまり崩れもないし、この時期は気に入って使ってますね。でその後にこちらセザンヌの UV クリアフェイスパウダー01番のライト。まあプチプラあるあるだと思うんですけど、もう蓋がぶっ壊れてますね。持ち運びはちょっと無理な状況です。なので、まあ、パフもちょっとどっか行っちゃったんで、あのブラシでささっとのせてますね。でその後にリブ美容液をつけて、これはキャンメイクのもう廃盤品で、セルレで買ったものなんですけど、リップ代わりにつけて保護してますね。これももうだいぶなくなってきてます。そしてこちらはキャンメイクの、本当はアイシャドウなんですけど、まあこの辺とかこの辺ちょっとノーズシャドウ代わりに薄く使ってますね。でその後にケイトの、デザイニングアイブロウ EX4 番ライトブラウン系。これももう一番明るい色がなくなっちゃってまして、真ん中と一番濃いところをもう混ぜて薄めにして使ってます。筆もちょっとブラシもどっか行っちゃいましたね。でしかもこれももう壊れてて閉じると開けづらいので常に開けっぱなしです。でその後に1月はまあ新年明けたっていうのもあって、結構ギラギララメラメしたものが使いたかったので、ケイトの
カラーシャスダイヤモンドアイシャドウ BR2 番こちらを使ってました。ハイライトはあんまり使ってなかったんですけど、この真ん中3色をよく使ってましたね。ここの締め色の方はちょっと別のものを使っていました。で、締め色に代わりに使っていたのがこちらキャンメイクのジューシーピュアアイズの1番。もうほぼほぼ底見えというかもうなくなりそうで、ここの部分だけ早く使い切りたくて、もうここだけしか残ってなくて、なので締め色のものはこれを使って代用していました。で、シェーディングはキャンメイクのパウダーの03番、多分一番明るい色かな、こちら使ってました。で、チークはこちらはまあセザンヌのものでだいぶ底見えしてるんですが、底見えというかもうほとんどブラシで取るのも困難ですけど、もうここまで来たらとにかく使い切りたくて、なんとかブラシを寝かせて寝かせて取ってますが、やっぱ色はあまりつかなくなってきてるので、こちらの似たような感じのキャンメイクのクリームチーク、CL05 番、これを塗って、その上からまあ軽く残っている色を上からはたいていたという感じですね。あとはハイライト、ちょっとファンデーションがついちゃって汚くなってるんですが、これもキャンメイクですね、グローフルールハイライターの1番、水色系の方を使っていました。で、あとはこの辺はアイライナー、アイブロウの、あとマスカラ系ですね。アイブロウはもうこれはパウダーで仕上げた後に眉尻だけ軽くやってて、いつもはペンシル使ってたんですけど、なんか突然鉛筆タイプのものが使いたくなってこちら買って使ってますね。今現在も使ってます。で、こちらはキスラスティングクリーミーライナーブラウンの色で、これも繰り出したら戻らないタイプなので、もうちょっと残量がわかんないんですけど、だいぶなくなってきてますね。こちらはちょっと濃いめのブラウンです。で、その後にこれはレアナニの、リキッドアイライナーのブラウンですね。これももうだいぶかすれてはきているんですが、まだ使えるので薄めなんですけど、目尻だけさっと引いて終わってます。で、こちらは、マスカラベースファッションのものですね。もうこれもだいぶカスカスしてきてるんですが、まだギリギリつくので、もうなんかアイシャドウの色とかついて汚くなってきてるんで、そろそろ捨てるようかな。で、こちらも持ってる方多いと思いますね。ヒロインメイクのロング&カールマスカラですね。ブラックです。これもちょっとだいぶつきが悪くなってきてるので、これもそろそろ使い切りかなっていう感じです。で、あとはその辺のコンビニに行くときとか、もう夜勤前とか、そんなにしっかり化粧しないときは、こちらティアラガールの CC クリームを、使ってベースを仕上げちゃって、あとはもう粉はたいてアイシャドウをさっと塗って眉毛描いてっていう感じでしたね。で、リップたちはだいたいプライベートの時は赤系のものが多くて、仕事の時はピンクとかコーラル系が多いですね。セザンヌのラスティンググロスリップ PK1 番、これもうほぼほぼ使い切りで
もうほんとこんな書き出して使うような感じですね。で、あとは、マジョマジョのこちらはピュアピュアキッスですね。これはもうオレンジっぽい感じの色ですね。そんなに発色は濃くないですね。で、コスメデコルテの、AQ のリップですね。ルージュグロー PK857 番。これ結構好きで使ってて、もう今。でもまだ3分の1使ったかなぐらいですかね。結構、コーラル系の色です。あとこれは100均で買ったリップグロス、コーラル。これもなかなか色も可愛くて、似たような色なんですけど。ちょっと蛍光っぽい感じですけど、こちら使ってました。これが大体仕事用で使ってて、こっちがプライベートの時ですね。これは、エチュードハウスの、ビビットティント。結構がっつり赤です。塗りやすくて好きですね。あ、でも赤っていうよりちょっと朱色っぽい感じかな。で、これは、薬局となんか、なりすけ商品かなんか、なんかのコラボで、その薬局限定だけで売ってたやつで、これも赤系ですね。なんかグロスリップみたいな感じですごい滑らかな。お色で乾燥もあまりしないので好きで使ってました。こちらはレブロンマットバーム70番、ちょっと暗めのお色ですね。たまに仕事でもつけてましたけど、やっぱ結構色が濃いのであまり頻度は多くないです。で、これはもうリップ代わりに使ってましたけど、ニベアの、色付きリップですね。これもだいぶ赤。これはほとんど色がつかないですけど、まあ、ほんのり赤ですね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。